こんにちは、フィフィです。アメリカが再び利上げをすると発表して、韓国が真っ青です。11月の2日、アメリカの FRB が、なんと0.75%の大幅な利上げを決定したんですね。これアメリカのインフレに対応するためなんです。ただ、このアメリカの利上げが韓国経済を直撃します。 韓国もなんとかアメリカの金利に追いつこうと、これまで何度も利上げをしてきたんですが、追いつかないんですね。エモン安の加速を抑えることができずにいます。エモン安が続くと、輸入する原材料の価格が高騰します。 え韓国企業は日本企業と違ってこの物価高に対応することができないので製造コストそのまま商品の価格に上乗せするしかないんですね。でもそうなると消費は落ち込んで韓国の景気は低迷するんですえ。またウクライナ情勢も重なって電気や都市ガスなどの公共料金引き上げの影響でも物価が上昇しています。 ということで、韓国銀行が今月再び金利を0.5%引き上げるのではないかと報じられました。ちなみに韓国の10月の消費者物価指数ですが5.7%にもなったんですね。日本は今のところまだ2%台に抑えられています。韓国銀行はしばらくの間5%台の消費者物価指数が続くだろうと話しています。 しかも韓国銀行はこれを物価の戦争だと宣言しているんですね。韓国銀行としては心苦しいんですが、今は韓国国民にも痛みを伴う政策は避けられないということで、再び利上げに踏み切ります。実は韓国がきついのは、こうした利上げでしか、ン安やインフレに対応する方法がないということ。 ただ、利上げをすれば企業や国民を苦しめてしまうんですね。特に韓国は企業も国民も借金まみれなので、利上げによって返済の利子の負担が増えてしまいます。もちろん韓国政府は為替介入はしているんですけれども、それでも全然ウォン安の勢いを食い止められないんですね。 つい最近日本政府が円安の加速を食い止めるために6兆円規模の為替介入をしたという報道がありましたがあの時はやはり円高に少し傾いたんですよねでも韓国は違います為替介入してもその結果が見られないんです韓国の10月の外貨準備高ですが約28億ドルほど減少したことがわかりました 韓国の外貨準備高が減少するのは、これで3ヶ月連続になります。あと、韓国では貿易収支が7ヶ月連続で赤字を出していますし、経常収支も赤字になりそうなんです。今、韓国は半導体も良くないですし、中国の景気に引っ張られて、韓国経済が悪化しています。 と、このように韓国経済に悪い材料ばかりで、投資家たちからも期待をされていないんですよね。例えばこれまで韓国の経済を支えてきたサムスンや LG などの大手企業の業績も悪化しています。株価も落ちているし、社債が売れにくくなっているんですね。これはこうした大手の企業でも投資家から将来を期待されていないからなんです。 もう驚いたことに、サムスン、SK、ロッテ、ハンファなど、えー、韓国の主要な大企業の会社が、えー、年に6%から7%金利の社債を売りに出しているんです。えー、普通、ここまで高い金利の社債を有料企業が出すことなんてありません。えー、つまり、ここまでしないと、韓国の大手企業の社債であっても買ってくれないということなんです。 まあ大手でもこんな状況ですから、韓国の中小企業はもっと悲惨なことになっています。しかも韓国の企業が全体的に業績が悪化している中で、韓国銀行が利上げをしようとしているわけですから危ないんですよね。 まず企業はお金を借りにくくなりますし、企業の抱えている負債は大きくなるので、多分今も破綻している企業が韓国には多くあると思いますが、今後もっと増加するだろうと思います。韓国企業が抱えている負債の増加スピードが主要国で2番目に早いこともわかっています。まあこれも今に始まったことではないんですが、 高金利と、そして高騰する物価、あと景気が悪いことが重なって、韓国企業は借金の返済ができずにいます。このままでは営業利益で利子さえ払えない限界企業が急増すると心配されているんですね。えつまり、債務超過に陥りやすい企業が韓国には多くあるということなんです。 ちなみに韓国の企業が抱えている GDP に対する負債の比率も、韓国は35カ国中4番目に高いそうです。つまり韓国企業は負債比率も高いし、その増加するスピードも速いということなんです。特に最近では大企業までもが、社債が売れなくなっていて、銀行に融資をお願いしている状況なんです。これはさっきも言ったように、 いくら高い利回りにしても、社債が売れないからなんです。ちなみに企業向けの貸し付け残高ですが、10月の末の時点では704兆ウォンにもなっていました。これ、その前の月より9兆ウォンほど増えているんですね。で今年全体で増えた企業向け貸し付け規模は68兆ウォンくらいになります。 これ別に融資をすることが危ないわけではないんですね。企業が大きな貸し付けをしていても売上が大きければ問題ないんですが、韓国の企業の場合は負債が増えても売上や営業利益がそれだけ増えないから問題なんです。しかも最近では銀行より金利が高いノンバンクから貸し付ける企業が増えているから非常に危険なんです。 韓国銀行によると4月から6月期の銀行の企業向け貸付は1年前より10%増えたそうなんですがこれに対してノンバンクの企業向け貸付はなんと28%も増えたそうですしかもその速度も速いやばすぎますよね その上、企業向けの貸し付けの場合、金利引上げに弱い変動金利でお金を借りている割合が多いと言います。これまた驚きのデータなんですが、日本の経団連にあたる韓国の前経連によると、銀行の企業向け貸し付けのうち、変動金利の割合は73%にもなるそうです。 ま、こうした状況の中で韓国銀行の金利が引き上げられるわけですから、多くの企業が苦しい状況に追い込まれます。このままでは韓国で企業の倒産が続出するでしょう。韓国銀行は韓国での限界企業の割合が昨年末の15%から今年末には約19%にまで増える恐れがあるとの見通しを発表しています。 ちなみに韓国では最近国民のカードローンの借金も急激に増加しているんです。朝鮮日報によるとクレジットカード大手4社による6月末のカードローン残高が約25兆ウォンで昨年末と比べて1兆5000億ウォンも増えたことがわかりました。 しかもこれらのカードローンは比較的簡単に借り入れができてしまうんですけど金利が上昇しているからこのままでは借金地獄に陥って自己破産する人が増加すると言われているんですね、まあ、韓国の場合闇金に手を出している人も少なくないので、まあ、そうなればもう借金から逃げることはできませんやばいんです あと前のムンジェイン政権の時には不動産の価格が爆上がりしていたんですね。韓国では銀行からお金を借りて不動産を購入する人が多かったんです。不動産に投資するのがブームになっていたんですね。ただこれも多くの人は変動金利でお金を借りていました。だから今金利が上昇する中でかなり苦しい状況に追い込まれています。 まあ、まず思うことですが、韓国は融資の条件が緩すぎたんですよね。まあ、身の丈に合っていないお金の借り方をする企業や国民が多いということ。まあ、その結果、今自分で自分の首を締めてしまっています。借金で首が回らないとはまさにこのことでしょう。 さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。